皆さんこんにちは。宅建士無料合格講座、えっ、ー、と、今回はね、報酬について、お話をさせていただきたいと思います。 でえーっとまあ、この報酬の分野なんですけどもね、あのー、実際のところも過去問を解いていただいてどん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 計算して慣れてもらうっていうのが一番の、ね、方法だと思いますで、えー、っと一応簡単に、ね、ご説明とあとは例題を出してね、まあ、こういった風な流れで計算するんですよっていうふうなお話はさせていただくんですけどもうここに関しては正直なところね本当に何回やるかっていうところなので,で逆に言うと何回かやってればもう別に勝手に覚えるのであのそんなに 辛いいい部分ではないと思いますすでは、えーっとねえー、お話の方入っていきます、えー、まずですね、報酬なんですけども、あのまあ、売買や代理の、ね、契約を行うと、成功報酬を受理することができるということで、まあ、もうこれは読んでそのままですね。で、えー、っと受領できるのは、ね、依頼者側のみということで、これは、ね、後ほどのまた図を見てね、えー、っと見ていただいた方が多分,分かりやすいと思うので、また後ほど説明いたします。 はいえー、でですね、定められた金額以上の報酬額は受領できないっていうふうな、まあ、決まりがあります。で、えっ、ー、と、今覚えていただきたいのは、この金額以上の報酬は受領できないっていうところよりかは、あの、依頼者の依頼による広告、もしくは、えっ、ー、と、依頼者の特別の依頼による支出なんかがあった場合には、例外でもらえるよっていうところを覚えておいていただきたいんですよ。で、あのー、 よく試験に出てくるのが依頼者の依頼による広告じゃなくて勝手に広告した場合とかねそういった場合の費用っていうのはもちろん報酬として請求できないのでそこをご注意くださいなのであの宅建業者が例えば、えー、売り主さんからねちょっとこの土地売ってほしいんだって頼まれた時に売るためにねあのチラシをたくさん吸ったとでまあポスティングしてその結果それを見た人からねあのじゃあそれを 買いますってなった時にそのじゃあチラシ代は請求できないよってことですねただ依頼者の人が「いやチラシをまいてくれ」って言われてでチラシのお金も出すからって言ったらそれは請求できるよっていうことをね覚えておいてください。 はい、えー。ではですね、基本報酬額っていうことで、これ、売買と交換の時のお話なんですけど、えー、っと、まあ、その、宅地建物の価格が200万円以下の場合は、それの5%。で、200万円から400万円の場合は4、4%プラス2万円。で、400万円を超える場合には3、3%プラス6万円っていう風なね、計算額で、えー、っと、まずこの報酬額っていうものを出します。 でえっ、ー、とまあここはねもう完全暗記してください。えー、200、400で、えー、5、4、3ですね。5パー、4パー、3パーで2万6万円ですね。まあ普通のね業務 をやっっってららしゃるる方だったわかると思うんですけど基本的に3パープラス6万しか使わないんですよなかなかねあの400万円以下の,あの土地とか建物の取引って少ないのでもう基本的には3パープラス6万円なんですけどまあねあのこういった試験なんでねあの普通に例題で300万とか出たりするのでまあ全てね一応覚えるようにしておいてください で次ですね、あのー、もちろんその報酬額に、えーとまあ、税金がね、乗っかってくるんですけど、えー、課税事業者の場合は1.08、まあ、8%ですね、を、えー、足したもの。 ね、えっ、ー、と、もしくは、えー、かける1.04した場合。まあ、これは一応、免税事業者って言われるような事業者ですね。で、えっ、ー、と、一応これ、どちらも覚えておいてください。1.08、えー、1.04ですね。あの、課税事業者、免税事業者って、まあ、これは、あのー、問題のところに載ってますんで、まあ、あの、そこからね、えー、この係数っていうのをちょっと引っ張ってこないといけないので、ここもしっかり覚えておいてください。 でえー、あとですね、まあ、あんまりない事例だと思うんですけど、交換の契約の場合っていうのは、大きな価格の方を使います。なので、例えば1000万円の土地と1500万円の土地を交換する契約を結んだってなった場合は、1500万円の方がね、その報酬額として受け取れる基準になりますよっていうことですね。であとですね、えー、税抜き計算っていうものが必要になります。で、えー、っとまずなんですけども、えー、と建物。 に関しては、えー、課税対象になるんですけど土地って非課税なんですよで、わ、えー、かりやすくね例題で載せておきますと建物が3240万円の場合まず消費税のね1.08を割った3000万円っていうのがその基本の額になってくるんですね なので、この3000万円から今度基本報酬額っていうものを出します、でそれにまた消費税をかけるんで、まあ、あの結局ね、消費税で割って、また3000万円を上に当てはめて、また消費税をかけるっていう風な計算になります、で土地の場合なんですけど、同じ3240万円であっても非課税なので、そのまんまの金額がこの上期基本報酬額っていうものに該当してくるんですね。 なのであの、もし建物の場合であればあの税務機計算というのをしないといけないというのをまず1つ覚えておいてください。でえー、あとですねあの、報酬受領額にはもちろん限度額というものがあります。これが先ほど言っていた定められた金額以上の報酬は受領できないという部分なんですけど媒介、えー、の場合に関しては上記金額が、えー、ともうマックス額になりますで、えー。ただですね、代理の場合はそれの2倍まで受け取ることができるんですよ。 でえー、と今の内容を踏まえたでえで、1、えー、問ですね、まあ、問題といいますか、事例をちょっとご紹介しておきます。えー、とまずこの事例ですね、媒、え、介、ー、契約を A と B で行いましたということで、で A さんは C 業者に、えー、B さんは D 業者にね、えー、お願いして、取引をしましたと、えー、と C と D はね、課税事業者だったとします。 で、建物が3240万、宅地は5000万円の代理を受けましたよということで、ここ注意していただきたいのが代理ですね。代理の場合は、えー、報酬限度額が2倍になりますんで、ここの代理と媒介ね、間違えるだけで答え全く違いますんで、あの、問題読むときね、ご注意ください。で、えー、先ほどご説明した通り、建物に関しては税抜き計算が必要になりますので、建物は3000万円、宅地が5000万円、で、合計がまず8000万円の、今回は取引になります。 C がですね A から受領できる限度額っていうのは8000万円なので3%プラス6万円が該当しますねなのでそれの計算をして246万円で、えー、代理なので限度額は2倍になりますので492万円ですで、えー、次ですね、まあ、D, から D が B から受け取れる金額っていうのももちろん,、えー、ん492万円から消費税ですねかけるので531万3600円になりますね。 でまあ、D が B から受領できる金額っていうのも結局は一緒になるわけですね今回の事例の場合だとで、えー、っとここでこれを計算が終わった後に双方が依頼しているので報酬限度額はじゃあいくらになるのっていう計算をするんですけどちょっとこれね数字抜けてるんですけど8000万です 8000万 ×3 パープラス6万246万円代理なんで、えー、492万円それの消費税がかかるのでつまり531万3600円がこの契約に対して、えー、もらえる報酬額の限度なんですよであのさっき計算した C が A から受領できる限度額と D が B から受領できる限度額っていうのは同じく531万円ずつなんですけどこれ両方からもらっちゃうと あのここに記載してあるように合計額が1062万円になっちゃうので違反しちゃうんですねなので計算の流れとしてはまず C がいくらまでもらえるかで D がいくらまでもらえるかでこの契約自体はマックスいくらまでもらっていいのかっていう計算をしないとダメなんですよなのであの、まあ、右下の方に書いてあるんですけど合計額えもし2人ともマックス額までもらっちゃうと違反しちゃいますよっていうことですね えー、C もしくは D のみが531万円ずつ、ね、もらうのは可能ですということですねで、まあ、通常なんですけどあの大体、ね、あの割ります折半して双方受け取りっていうのが一般的な、まあ、事例にはなってくるんじゃないかなと思いますねなので計算の流れとしてはまず C がいくらもらえるかで D がいくらもらえるかでこの取引はじゃあいくらまでもらっていい取引なのかっていうのを3回計算して今回の、ね、ような答えを導き出すようにしてください はい、えー。でですね、えー、ちょっと例外として、えー、賃貸とかね、売買の代理ということで、えー、基本的には、えー、1ヶ月分までしかもらえないんですよ。賃貸とかの場合っていうのは。で、えー、っと、ま、あ基本的にね、さっきと計算は一緒です。1 0 8かけるのか1 0 4かけるのかでまあ賃貸の方が楽ですねあのまあ1ヶ月分なのでそのま1ま、ね、× 1 × 1 でえー、っと受領限度額なんですけど、ここがちょっとね変わりまして、あの依頼者の承諾がない場合っていうのはあの、基本的に半分までしかもらえないんですよ。であのなので、この住宅用建物の賃貸借をした場合は、基本的には0.5ヶ月分までです。 そののもらっていいのはただ承諾があった場合は、えーっとまあ、1か月分までねもらってもいいよっていうふうなそういった特例がついてるよっていうのをまた覚えておいてくださいであのその取引自体の限度額っていうのは、えー、同じく1か月分の、えー、1.08%っていうことですねなので、まあ、あの一方から受け取れるっていう分が上の計算で取引全体はもう1か月の消費税っていうことですね でえー、と代理の場合なんですけど、代理の場合も同じく1ヶ月です。ここは倍にならないので、それもご注意ください。であとですね、あのー、こういった賃貸の場合、権利金というものがあったりするんですよ。であのーまあ、権利金って何かっていうと、要は、礼、あのー、金とかね、そういったものですね。 で、まあ、法人の方だったら、権利金っていう風な表現をしたりするんですけど、要は契約した俺のお金ですね。まあ、なので、返還されないお金があった場合のみっていうことになります。で、えっ、ー、と、まあ、例えばですけど、えー、マンションをね、一室借りたいと言った時に、まず契約させてくれてありがとうっていうようなお金が礼金ですね。で、一般的に、まあ、敷金っていうのは、あのー、基本的に退去するときに返ってくるので、あのー、 まあ、なんかね。家の中で壊したりとか。まあ、あの穴開けたりとかした時はその敷金から補填するよっていう風なものです。 なので、まあ、権利金っていうのは、今回でいうところの、まあ、礼金なんかに当たるようなものですね。で、えっ、ー、と、もしね、賃貸借の場合なんですけど、その権利金っていうのが、売買の取引代金になります。なので、これの3%プラス6万円っていうふうなことになるんですけどね。で、あの、これの場合は結構少額になったりとかするので、ここでね、あのー、さっき覚えてた、まあ,あの4、4%プラス2万とかね、えー、と5%とか、そういったのもしっかり覚えておいてください。 はい、えー、ではですね最後に過去問一つ載せておきます。はい、えー、ですね以上で本日の講義は終了させていただきます。ありがとうございました。